どうも、走りの学校オンラインスクール学級員の茂木耕作です。普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の気象学者として研究論文を書いたり本を書いたり学会を運営したりしている45歳伸び盛りです。今日はオンラインスクールで身につく7つの能力ということについて話してみたいと思います。最近ですね、うちの子供らが、高1と12なんですけど、まあ下の子は別ですけど、中田敦彦の YouTube 大学とかね、まこなり社長の YouTube に感化されてですね、世界で数千万部売れてるっていうあのビジネス書、めちゃくちゃ有名なやつ知ってますかね、あのスティーブン・コービー博士が書いた7つの習慣っていうやつそれをね、ほんとガチで読み始めましてちょっと笑っそれでまあちょっと笑っちゃったりものの、あまりにもね、ちょっと僕も有名すぎて、もう名著として名高すぎて、逆に今更これを読むのかって思っちゃってたんですよ。ごめんなさい。もう侮ってました。すいませんって感じなんですけど、まあ、こうなると、子供らが読んでるんで、やっぱり読んじゃってですね、まあ普通にめちゃくちゃいい本だった。もうすっげえいい本やなぁと思って、さすが。いや、もうね、読んだことある方はもう、そりゃそうだろうって感じだと思うんですけど。まあでもね、読んでね、思ったんですよ。これね、オンラインスクールで得られることって、これ完全に7つの習慣の、7つの習慣に沿ってるなぁと思ったんで、ちょっとね、あえてね、せっかくなんで7つの習慣を振り返りつつ、オンラインスクールだとここに該当するみたいなことをね、ちょっと当てはめて考えてみようっていう、そんな趣旨です。ちょっと無理やりかもしれないけど。まあ、ということでね、いつもの通り本題入る前にお知らせなんですけど、8月15日日曜日19時30分から20時15分の45分間で、畑真由美先生による運動神経は才能じゃないキッズオンラインイベントが開催されます。まあ、畑真由美先生のね、コーディネーショントレーニング、ご存知の方、キッズ練習会としてね、もうご存知の方も多いかもしれませんけど、まあ、オンラインでも、同じプログラムで、全国から受けられるようにということでね、畑先生と一緒に遊んでいると気づいたらコーディネーショントレーニングをやってしまっていて、運動神経が発達してしまうというですね、プログラムになっております。ちょっと運動が苦手だなという子どもでも自然に動くこと好きになりますし、得意な子どもでももう本当に楽しく過ごせると思いますんで、参加対象年齢3歳から9歳までのお子さんをお持ちの保護者様、ぜひぜひ参加してみてください。親にとってもめちゃくちゃバチクソ勉強になります。もう本当に子供ってこういう風につけばいいのなんていう感じになります。畑真由美先生の運動神経は才能じゃないキッズオンラインの日程は8月15日日曜日19時30分から20時15分で、参加費は一家族税込み1100円です。参加申し込みは概要欄のリンクから行ってみてください。それでは本題なんですけど、オンラインスクールで身につく7つの能力ということについて話してみたいと思います。これはこういう形でね、喋り始めて以来のなかなかの僕にとってはね、挑戦といえば挑戦なんですけど、そんな大それたことできんのかと思いつつ、でもね、これはいけるんじゃないかなっていう感触がもうすでにあります。7つの習慣、ちなみにね、スティーブン・コービー博士の人格主義の回復だったかな、なんかそういうやつなんですけど、7つの習慣でどういうことかっていうのを簡単に先におさらいした方がいいのかな、知ってますかね。まあ大体結構有名だと思うんですけど、まあ第一の習慣が主体的になる、第二の習慣が終わりを思い描くことから始める、第3の習慣が最優先事項を優先して行う、第4の習慣がお互いに喜べる状態を考える、ウィンウィンってことですね、そして第5の習慣がまず理解に徹して、そして理解される、第6の習慣がシナジーを作り出す、第7の習慣が刀を研ぐという言葉になっているんですが、まあ自己研鑽という意味だと思いますね、まあ言い換えるとという感じですけど、でじゃあオンラインスクールは、それぞれの7つの習慣に沿って考えてみると何が当てはまるのかなと、僕ねこれ結構全部いけると思ったんですよ。
でまずね、主体的になる第一の習慣っていうやつなんですけど、まあ、主体性っていうのは要するに自発的に率先して行動することを意味してますし、また自分で選んだ行動の責任っていうのは自分が引き受けるっていう、まあ、そういう意味だと思うんですよね。で、まあオンラインスクールのメニューでいくと、これってまあもちろんね、有料のサービスなので、それはちゃんと配信されるっていうところまではシステム化されてるわけですけど、まあ、いつやるのとか、どこでやるのとか、投稿してどんなコメント書くのとか、全て実施する本人の主体性が全てなんですよ。でもこれがないことには何も始まらないので、まあ、これに取り組んだ時点で主体的であるっていうか、まあまあオンラインスクールに申し込んだ時点で主体的ですね。で、第1週目だけでも第2週目だけでも、とりあえずね、やってみたらもうすでにその時点で主体的になってると思いますし、それを続けていけばもう本当に第一の習慣になっているなと思います。まあ親子で取り組む場合ってのももちろんあると思うんですね。お父さんお母さんが入られて子供がそのメニューをやるみたいなこともあると思うんですけど、まあ、あくまでもこれは自分で子供が自ら考えないと、取り組むなんていうのかな、トレーニングメニューの意味ってこれよくわかんないと思うんですよ。ベースポジションってこれ何なのみたいな感じになっちゃうんで、あくまでやっぱり子供が自ら考えて感じることとか理解することとか、まあ、疑問に思ったら答えを探るっていうプロセス自体も子供自身がやらないことには身につかないですね、そもそもね、習得できないんで、そこはねもう完全に第一の習慣は間違いなく、オンラインスクールの中で、身につくなと思います。それで、第2の習慣、終わりを思い描くことから始めるっていうのがあるんですけど、まあこれはね、これも結構よく言われることではあるんですけど、世の中でも自分が目指すものとか大切にしたいものを頭の中に思い描いて、でそのイメージ通りになるように日々を生活していけば、大体おのずと望んだ結果に向かって道が開かれていくよっていうような、まあそういうようなことをよく言われると思うんですけど、オンラインスクールのサービス構成としてですね、まあ、そもそも52週間1年間ですね、で、毎週届けられるメニューを一つずつ習得して、段階上がっていけさえすれば 100m のタイムを1秒速くするっていうことはですね、確実にできるよと、まあ、そういう中身なわけですよね。で、まあ、そういう例に倣って、まあ、別にそこ必ずしもね 100m のタイム1秒にこだわらなくてもいいと思うんですけど、スプリントテクニックの基本技術習得を通じてどんな結果を1年後に得ている自分がいるのかとか、イメージするために最初のね自己紹介で目標を宣言するっていうことをやるんですよ。でこれはまあまあ2といえば2ではあるんですけど、まあみんなほとんどやってますし、まあ、これに対してね、みんな、いろんな仲間から、あるいは講師から、一緒に頑張りましょう、絶対叶えましょうっていう風にね、コメントが返ってくるんで、もうこれもね、完全に、オンラインスクールの中にありますよね。終わりを思い描くことから始めるって、これね、結構校長もよく言ってます。あとは、三つ目、第三の習慣、最優先事項を優先するっていう習慣があるんですけど、まあ、これはね、これも結構やるかな、何を行うかを決めて何をやめるかをちゃんと決めましょうということですね。実はね、まあ本当はあんまりやらなくてもいいのに、なんとなくの習慣でやっちゃってることがあって、それをちゃんとやめないことには新しいことって始めれないかったりしますんで、まあそういう意味で、まあ、この優先事項をちゃんとはっきりするっていうことが第3の習慣として、書かれてるんですけど、これね、まあ味の学校のメニューとして考えるとちょっと若干こじつけかもしれないけど、まずねメニュー通りのトレーニングを行うっていうことがやるべきことというか、行うと決めることだと、まあここはいいと思うんですよね。で問題は何をやめるかっていうのを決めるっていうところだと思うんですけど、確かにちょっとあんまり、そこはねはっきり、言ってなかったかもしれないけど、でもね再三いろんなところで、投稿であるとか校長からも言われることの一つに、やめ
ってほしいと言われることの一番僕が思いつくのはオーバートレーニングですね。やりすぎの厳禁っていうのがあるんですよ。だから練習のメニューって意外とね、なんていうのかな、結構ね少ないって感じる量なんですね、走る学校のメニューって。でまあ一段一段のステップが小刻みなんで、もっと早く成長したいとかって焦ってどんどんやりすぎちゃうってたまにあるんですけど、毎回オーバートレーニングだけは厳禁ですと。それをやっちゃうと練習しないよりもむしろ悪い結果になっちゃいますんで、絶対やめてくださいっていうのは結構言われるんで、まあ、これはね優先事項の一つとしてメニュー通りに行うっていう、でメニュー通りでやるっていうことは何をやめるかっていうと練習型やりすぎオーバートレーニングっていうやつですね。でまあどっかが痛い時は必ずちゃんと休養を取るとかっていうことに当てはまるのかなと思います。そして第4の習慣はお互いに喜べる状態を考える、これウィンウィンの法則とかっていう風に言い換えられてたりもしてるんですけど、まあ仲間との関係、まあオンラインスクール生同士ってことに当てはまるかなとは思うんですけど、まあ必ずねお互いの利益になる結果を見つけようとする考え方姿勢を持ちましょうっていうのがね第4の習慣として、7つの習慣の中では並べられてるんですけど、まあ、様々なね習得段階のトレーニング動画投稿っていうのは、まあ、仲間と当然共有されるわけですよね。でそこで当然ですけど、まあ、ネガティブなことを言う人って絶対ないんですよ。喜ばないし自分も嬉しくないし、言ったところで何も得るものないんで、まあ、ここまではいいんですよ。励まし合うっていうのはもう本当にねインスタ見てもらうと分かると思うんですけど、本当にねいいコメントばっかりですね。そしてまあちゃんと助言し合うべきところ助言もありますし、でじゃあ助言した方は何を得ているのかっていうと、やっぱりね助言することで理解深まるんで、これはねウィンウィンなんですよ。こうした方がこうするもうちょっとこうするとこうなりますよっていうことをもちろんそれで、教えられた側にとってはアドバイスなんで、それももちろんいいことなんですけど、コメントする側からしても絶対ねそれを分析して見てこういう言葉で伝えるのが伝わるんじゃないかっていうことも考えてコメントするんで、これ間違いなく能力上がるんですね。で、お互いの継続属するモチベーションを高く保てるとか、仲間の達成がまあ何かね記録が伸びたとか、野球だったら盗塁決めれましたとか、ねバスケだったら速攻決めれました、まあ何でもいいんですけど、ねちょっとした達成、あこれスプリントできたおかげですっていうのがあったら、もう本当に自分のことのように嬉しくなったりするので、本当に称え合ってるっていう姿もありますし、これももう完全に走る学校のオンラインスクールの第4の習慣、お互いに喜べる状態を考えるっていうのはね、組み込まれてるなと思います。まあ、ここまではねそんなにこじつけてないかなと思いますね。で、第5の習慣からちょっと難しくなってきますね。なんか読んでいてもまだちゃんと僕が理解できてるかどうか、まだねちゃんと読めてるか自信ないじゃないんですけど、まずね理解に徹し、そして理解されるというのが第5の習慣というふうに書かれています。でまあどういうことなのか書き下すと、4段階理解っていうものにはあるよと。でね、第1段階は相手の言葉をそのまま繰り返す、相手の言葉をそのまま繰り返す、要するに相手を理解するためにはまずこうでしょって勝手に決めつける前に、第1段階としてですね、相手の言葉をまずそっくりそのまま繰り返すっていうことを最初にやらないと次のステップ受けないっていう感じですね。で第2段階は相手の言葉を自分の言葉にもし置き換えるとしたらこういうことかなというステップに その後で入ると。そして第3段階はですね、じゃあその言葉を言った時の相手の気持ちっていうのはどういうものなのかっていうのを言葉にしてみる。だから相手は直接言ってないんですけれども、気持ちはどういうことが隠れているのかまで、思いを寄せて言葉にしてみると。
で第4段階としてはまあ総合的にですね、相手の言葉を自分の言葉に置き換えつつ、相手の気持ちも言葉にするっていうのをまあ総合的にやるっていうですね、めちゃくちゃ丁寧ですねこんなにやんなきゃいけないですね、人を理解するっていうためにはっていう感じのことが第5の習慣か、まず理解に徹して徹するっていうやつですね。理解しようとするとかそんな甘い話じゃなくて、徹するっていう、もう徹底してる中身だなと、この第4段階までちゃんと分けてるところがすごいなと思いましたけど、そしてその上で理解されることが大事だというふうに書いてあるんですけれども、まあ、ここでいくとサタデーナイトミーティングっていうね、毎週土曜日に8時からやってるズームのミーティングで、仲間の進捗とか課題とか達成とかを共有する時間があるんですけど、まあ、そこがひょっとすると対応するところかなと思ったりしました。まあ、要するにですね、やってることはメンバーが参加して、そこで相手の言葉をまず聞いて、それにみんなでうなずいて、で例えば、理解をもっと深めたいっていう時に言い換えてみたり、その人の感覚ってどういうものなのかなってもっと知りたいから、その感覚自体にこう思いを寄せて寄り添ってっていうようなことをやったり、できればなんですけど、その人にとっての課題がもしあるようであれば、まあ、これからどうするかっていう未来に基本的には目を向けて話すように、なってるなと思いますね。まあその講師の方もみんなそうですし、大体参加してくるメンバーって何かしらね、未来を良くしたいと思って参加してきてるんで、まあそりゃそういう会話になるよなとは思うんですけど、結構第5の習慣よく守られてるんじゃないかなと思いますね。まず理解に徹するっていう、そして理解されようとするっていう、この順番がよくできてるなとサタデーナイトミーティングなんかは思います。そして第6の習慣、シナジーを作り出す。これはちょっと高度なので、まあまだちょっと課題といえば課題なところですけれども、まあ違いを受け入れて尊重し合う自立した者同士がシナジーを作り出せるっていうことなんですけどね、まあ、相互にそれぞれ出す最初の案がまずあって、でさらにそれよりも良い別にこうね、よりよく改善した第3の案を生み出すっていうのをみんなでやるっていう、まあ、このプロセスはまだなかなか難しいっちゃ難しいですけどね、でもないわけじゃないなとは思いますね。オンラインスクール生同士が思いついたアイデアっていうのを自由に提案していい、場っていうのはやっぱりしばしばありますし、アイデアを集約して土台にしてっていう上でもっと新しい展開を自分たちで作り出すっていう、まあ、講師以外からもね結構そういうことが起こったりしますんで、まあまあこれも課題ではあるけど結構あるんじゃないかなと思ったりします。そして第7の習慣は刀を研ぐ。これは自己研鑽っていうことなんですけど、これはねもうなんていうか全てを総合したような話になってくるんですけど、第7の習慣自己研鑽っていうのは、4つの側面、肉体、精神、知性、情緒っていう4つの人間の側面に対して、まあ、自分の価値を高めようとすることっていう風な感じで書いてあるわけなんですけど、まあ、例えばね肉体をの価値を高めようとする、まあ、これはねオンラインスクールのメニューをこなすことそのものだなとも思うんですけど、まあ、より具体的に言うと体に良いものをちゃんと食べるとか、十分な休養をとってでリラックスして取り組むとかっていうのも、休養を取ることの重要性とかっていうのもメニューの中に組み込まれてますんでね。で定期的に運動するとか自分の肉体に効果的に気を配るとかっていうのはもうそのこの本に書かれてる7つの習慣の第7の習慣の中身そのものだなと思ったりしますね。そしてまあ精神の側面に対して自分の価値を上げるっていうのはまず自分の価値基準を持って今この瞬間の自分と向き合って目の前のことに集中することっていうような内容なんですけど、まあこれはねやってる人がどういう意識なのか次第ではありますけど、やっぱり一人一人はね
基本的には自分一人で、メニューに取り組んでいくので、基本的には自分の価値基準で、ビデオを見ながら、どうすべきか今の自分と向き合う時間が必ずありますし、目の前のことに集中しないことにはね、多分目にこなせないと思うので、まあまさしくそうだなとも思います。そして知性の面ですけど、更新され続ける新しい知識を継続的に学ぶっていうのは、まあ一般論としては、第7の習慣の中にあるんですけど、これはね、例えば橋の学校も必ず固定されてるメニューっていうのは習慣メニューっていう形でね配信されるんですけど、月間メニューっていうね別にあるメニューがあるんですけど、まあ、そっちはね、絶えず毎月更新されていきます。でそこにはね必ず新しいメニューが入っていたり、そこにどういう意図であるみたいなことがあったり、例えば橋の学校の YouTube チャンネルにどんどん新しい動画が更新されたりしますけど、まあそういったものでねアップデートされていくと。で、それってねやっぱり、歴史や文学に触れて知性を磨くっていうこととね結構こう似てるなと思いますね。まあ過去培ってきたもの、いろんな人が感じてきたものっていうのをね、まとめてもう一回学び直して、じゃあ今の自分にどうやって取り入れていくのかっていうような学びを続けるっていうのはね、オンラインスクールの中では絶えず行っていく中身かなと思ったりします。そして情緒、他者と対等に向き合って関わり貢献すること、これはもう講師の方々の、あり方そのものだなと思ったりします。本当に他者と対等に向き合ってるっていう、講師という立場なんですけど、全然上から目線の人とか一人もいませんし、まあ講師だけじゃなくてね、先輩方とか、まあスプリントで言ったらやっぱり早い人はもう本当早いんですけど、そういう人たちも全然、早いからっつってね偉そうにする人一人もいないですから、まあ、やっぱりねそれはそういうコミュニティになってるからだなと思いますね。お互いに関わり合って貢献しようとしてるっていうのはあるなと思ったりします。まあ、週間メニューの基礎技術習得とか、月間メニューによる自主鍛錬とか、ミーティングや動画投稿による継続的学習とか、質問コメントのやり取りによる社会性の向上とか、まあ、これらを総合した自己研鑽っていうやつがまさしく7つの習慣における、まあ、第7の習慣、肉体精神知性情緒における自らの価値を高めるみたいなことに相当してるのかなと思ったりします。ということでね、どうだったですかね、できたかな。結構ね俺は当てはまってるなと思いながら、まあまだねちゃんと読み込めてないところもあるんですけど、大体ねオンラインスクールのメニューとかサービス内容ってそこまでちゃんと考え込んで当てはめたとか全然ないんですけど、改めて、7つの習慣に当てはめてみたら、まあどっちもねやっぱ普遍的なことだからなんでしょうね。結局普遍的な本質を追求したものって結局一致したり対応したりしやすいもんなんでしょうねっていうことをやってみて感じました。どうだったですかね、当てはまってたかなというわけで、今日はねオンラインスクールで身につく7つの能力ということでね、7つの習慣というスティーブン・コービー博士のベストセラービジネス書にちょっと当てはめて、考えてみたりしました。いかがだったでしょうか。それでは皆さん、これからも最高のスプリントライフを楽しんでいきましょう。バモス。